社長室の町鳥と申します。よろしくお願いいたします。私どもですね、4年前の震災の時からですね、もちろん社内のですね、品川にオフィスがございまして、そことですね、仙台の方にも支社がございます。まずは社員とですね、社員の家族の安全というのを確認から入りまして、で支援といたしましては、例えばマイクロソフトですので、情報システムもしくはコミュニケーションをですね、いかにうまくできるようにするかというところに、NPO 法人とですね、協力して、いろいろ各地を回ったりとかしていたものでございます。今日はマイクロソフトのですね、実は品川でもですね、いろんなことが起きました。品川も含めまして、社内でどういう対応をしたかというのが、一つのですね、IT を使った防災に関する学びにもなるところが一つあるとは思っております。そうですので、マイクロソフトの社内のことをベースに少しお話を進めてまいります。で、最初に震災直後の話から、震災後、今までの話に移ってまいります。まず震災直後ですが、その最初の1時間の間に、安否確認とですね、状況把握をどういうふうにやってきたかというところですが、インターネット上でですね、私も先ほどありました、実はスマートフォンをですね、使い始めたタイミングです。で、さらにですね、実はコミュニケーション手段として、リアルタイムにコミュニケーションをする、今ですとスカイプっていうのをご存知かと思いますが、チャットをしたり電話をしたりするようなインターネット上のコミュニケーション手段、それを社員がフル活用しました。実はエレベーターが7時間ほど止まりまして、もう完全にお客様が2、300人いたんですけど、一番上にお客様がいて、社員がバラバラにビルの中にいて、エレベーターが寸断して、もう連絡も取りようがないっていうようなパニック状態に、品川でもなったわけです。で、そこでですね、現場に判断が委ねられたわけですね。で、現場の社員が自ら行動して何をしたかっていうのが、ちょうど15時頃に、実際の社員が自主的に始めたチャットの内容が一番左に書いてます。で、ここで、離れたところでリアルタイムに何とかコミュニケーションをしながら、安否確認、お客様の連絡であるとか、お客様がさらに自分の会社、自分の家族に連絡する手段っていうのを確保するためにインターネットを活用したということをやっています。で、この時に一番大事だったのが、使い慣れた、普段から使っているツール、いつも仕事で、ここどうなってますかっていつも会話をしているときに使っているツールがあったんですね。それ今スカイプって呼んでるものですけど、ちょっとしたチャットで相手のことが分かるというようなツールを使って会話を始めたというところです。で、社内はいいんですが、社外といいますか、に出てる人間、海外からです、日本に来ている人間もたくさんいたんですね。そういった人間をどういうふうに把握したかっていうのは、実はワールドワイドでコマンドセンター、ビジュアルコマンドセンターっていうのを持っておりまして、インドからオペレーションしました。で、インドからですね、マイクロソフトのインドからですね、地図上で範囲を指定すると、そこに出張している人間が何人いて、どういう連絡手段を持っているかというのを全部わかる手段をちょうど4年前ぐらいもう作り始めていたところなんですね。で、今それからですね、これまでの間です、この強システムをすごく強化しています。マイクロソフトですので、こういった IT のところをマップを使ったりして、そのインシデントとですね、そこに起きている、ところに近い人っていうものを把握するシステムを社内で作っていくというのは、ちょっと、面白いところかなというふうには、思いますね。とはいえ、さすがにシステムもですね、社内のシステムもですね、影響を受けた部分がございます。これ実は余震で影響を受けました。2日目の土曜日ぐらいから影響があったんですが、トライアングルでネットワークを組んでいたんですけど、冗長化のためにトライアングルにしてたんですが、実は3本すべて消えました。で、通信のパフォーマンスが、6%ぐらいに落ちてたんですね。100から6に落ちまして。で、これ、実はアメリカが本社ですので、アジア全体にサポートの影響が出る。コンピューターのサポートの影響が出ると、通信の上で動いているコミュニケーション手段に問題が出るということになりますので、これ最優先で実は復旧を今かけたのが事実でございました。その後、月曜日からはですね、社員がですね、在宅勤務というのを実は移したんですね。で、7日ほど会社ではなくて他の場所でも仕事をしろと。これはですね、本当に通信手段がその中で上で仕事ができるツールをいかに
使って会社にいる時といない時と同じ状態で仕事するかというのをチャレンジをしています。はい、もう一つは BCP としまして、クラウドの、使用を開始しました。計画停電を考慮しまして、人員をですね、60% の人員を、その範囲外に出したりとかですね、あとはシステムも海外に移したりっていうのをですね、早急にやってですね、さらに電源確保もですね、7日間持つような電源の確保っていうのを各所でしていったという事実がございます。はい、その後、実際にはですね、少し落ち着いてからですが、4年間かけて何をやってきたかっていうところですが、テレワークっていうものをですね、在宅であったり、そのリモートの人と話をしたり、仕事をしたりするそのツールっていうのの重要性をですね、すごく認識をしましたので、これの啓蒙活動に努めております。実際にコミュニケーションをリモートで、インターネット上でリモートでやるというのはですね、テレワークウィークということで、いろんな会社とか企業の方に協賛いただきながら、一緒に進めてまいりました。さらにそれをですね、私どもオフィスでツアーをしながらこういう使い方ができるっていうのの啓蒙活動をですね、実際に4年間でですね、6474回、延べですね、39639人の方にですね、来ていただいて、その情報通信の上でのリアルタイムコミュニケーションが災害時どう役立つかとか、そういったものも含めてこうやってきたところでございます。はい、ちょっと最後の方にちょっとまとめを入れていきたいんですが、実際に私どもが支援としてしたものはミラーサイトを作ったりですね、アプリケーションを早急に立ち上げたりというようなことをしたんですが、今変わってきているものは対応時間ですね。もうアプリケーションの開発はもう1日でできるというふうに思っております。でそれがもう震災の後大きく変わったのがですね、やはりアプリケーション開発手法の考え方です。アプリケーションを1日で、作ってすぐにもうリリースするっていうようなラピッドアプローチがですね、主流になってきましたので、これはだいぶ良くなってきた頃かなというふうには考えてございます。はい、随所に話をしましたので、最後こちらのスライドで少しまとめていきますが、3つあります。1つは普段からの本当に使い慣れたシステムだけが役に立ったなということが1点です。コミュニケーション手段もそうですが、使い慣れてないシステム、あまり新しく作ったものの中で本当に使われなかったシステムがたくさんありました。そういったもの、もしくはあとは慣れっていうものですね、準備ですね、今はもうクラウドっていうものがありますので、最初からパフォーマンスの高い、もしくは、何かが起こってアクセス数が増えても十分パフォーマンスが得られるシステムっていうのを今から作ることができるというふうなとは変わってきたんですが、で最後はエンパワーメントですね。やっぱり使う人の慣れといいますか、ICT のスキルですね、それを上げていく必要がある。今取り組んでおりますが、多言語翻訳でありますとか、位置情報、ビーコンを使ったりですね、GPS を使ったりして、その人がどこにいるっていうのを特定して、それをこのシステムに組み込んでいこうっていうのを今ちょっと考えているところです。はい、マイクロソフトの取り組みについてはこんな感じでちょっと思います。はい、ありがとうございます。